はい、こんにちは。自由不動産、田辺です。不動産初心者向けのビデオということで今日もお送りします。不動産を考えた時にですね、まず、居住用ですと売買がいいのか賃貸がいいのかということがあると思います。ここは個別判断なので、一概には売買がいいとか、賃貸がいいとかいうことはできませんので、ご相談いただければと思います。もちろんライフプラン等にもよりますし、ご両親の財産などにもよるかと思います。で、ただ、売買購入ですと、保険的要素もありますので、その辺も加味していただければと思います。またこの今現状の金利の安さですね、これを撮影しているのは2017年11月ですが、金利が非常に安いです。住宅金利、投資用金利ですね。なのでこの金利の安さを利用してレバレッジをかけて投資して、今後の資産を形成していくというのも一つの手ですので、その辺も、考慮いただければと思います。今日は簡単ですが、これにて終わります。ありがとうございました。